んにちは、逆さの塊中富若まさり黒ビッターのたけちゃんです。本日はですね、ケプカチャレンジというのをしようと思うんですけど、今この状態ではなかなか詳しく説明できないので後でしようと思います。どうぞ。頭に血がマジできつい。ババゴルフ、はい。改めましてですね、今回はケプカチャレンジというものを勝手に命名してるんですけど、一体どんなものかということなんですけど、あの USPGA で活躍しているあのブルックス・ケプカ選手ですね、彼はね、アメリカでもかなり、まあ、筋肉マンとして非常にあの有名なんですけども、そんな彼はスタート前に重さ大体225ポンド、これは日本でいうと約102キログラムのベンチプレスをですね15回してから20分後にティーグラウンドを上がったという嘘のような本当の話があるんですね。果たしてそのパンプアップすることでゴルフにおいて非常にいいのかどうかっていうのが、僕にはまだちょっと実際検証ができないわけですね。だからしようという、まあしょうもない企画なんですけど、ただまあケプカのように僕102キロを持ち上げるのは非常にちょっと困難なので、今回はちょっとあの20-20とバー10の50キロですね、50キロを15回してから普段のようにドライバーを打って、まあどれぐらい飛ぶのかと、どういう効果があるのかを、まあ実際に私が実験しようと思います。なのでまあ皆さん、非常にあのどうでもいい私の今からベンチプレスを見てもらうんですけど、15回辛抱してみてください。まあね、こう見ても私意外とね、普段は鍛えてますからね、あの本当はね、多分もうちょっと上がると思うんですけど、まああんまりね、ハードル上げてもいかないんで、じゃあ15回いきます。よいしょ。1 2 3 4、はい、13、よし、ラスト、はい、はい、15回ですね。あー、ふんふんふん、いらんことしたら怒られた。続いて、打ってみよう。はい、ですね、ケプカ選手がですね、102キロを15回上げて20分後にティーグラウンド立ったってことなんで、私はその、まあ、ほぼ半分の50キロだったので、まあ、あの逆算して、4分の1休憩して5分休憩しました。まあ、どういう計算かよくわからないんですけども、とりあえず5分休憩して今の状態なんですけど、まあ、まずちょっとね、あのこれ頭に血が上ってる、実はね、これどっちかっていうとあのオープニングのやつの方が効いてるんですけど、あの逆さになってたやつ、あのどっちかというと胸筋に関してはまあちょっとパンプアップされた感じですね。まあ、ただ私普段から結構鍛えてるんで、これぐらいそんなに苦にはないですね。でまあ今からじゃ実際3球ちょっと、ただベンチプレスって直後にドライバー打つってあんまりないので、ちょっと3球打ってみますね。はい、じゃあいきます。なるほど、なんとなく分かりました。ちょっとあのフィニッシュが取りにくいってのは事実ですね。はい、マジケプカの意味が分からん。ちょっとケプカがしよる意味が分からん。僕そんなにこの測定器で曲げる方ではないんですけどね。データを見てみよう。はい、ですね、ブルック・ケプ、あの正直ね、ちょっと疲れてるんだよね、あのブルックス・ケプカ選手がなぜそういうことをしたのか、僕にはちょっと理解ができないっていうところですね、本音で言うと。まあ、あのほとんどの人がしてない中で、まあ、ケプカぐらいだと思うんですね、こんなことをしたのは、おそらく。ただまあでもね、彼ぐらいの世界ランク1位まで上り詰めてる、ね、プロゴルファーですから、彼をヒントにすることで僕ももっと上に行けるんじゃないかなと思った僕がバカでした。あの、はい、まず、一応じゃあ、まあ、見るまでもないんですけど、一応弾道を見ていくと、まあ、まずいつも通りといえばいつも通りですけど、やっぱちょっと右に出てるというところなんですね。で、まあ、1球目なんか典型だったんですけど、やっぱり
フィニッシュが取れない、もちろんバックスイング、まあ、私どっちかというとバックスイングちょっとオーバー気味なんで、逆にバックスイングなんかはちょっと胸筋がパンパンされてる方が、まあ、いいとこに収まるなっていうイメージはあったんですけど、フィニッシュが取れないのはちょっと僕の中ではね結構苦痛なんですよね。僕はフィニッシュだけは絶対綺麗にしようっていう心意気がある方なんで、どんなミスショットしてもフィニッシュ綺麗にしようっていう中で、結構それなりに当たってフィニッシュが取れないっていうか、その要はもう体が回らないっていう意味ですね。フィニッシュが取れなかったのはちょっとやっぱり難しいなと。でヘッドスピードですけど、やっぱり落ちますね。パンプアップした後は 42.9、44.3、43.2、 平均で 43.5、 まあ最近ちょっと触れるようになってきて40、まあ、この測定器で45ぐらいは出てるので、少しやっぱり落ちてるなっていうイメージですね。でスピンは相変わらず多いんですけど、厚着の時の動画、冬にたくさん服を着た時にどうなるかっていう実験をしたんですけど、それに似てます。やはり着るものが増えるのと同時に、自分の体がパンプアップすることで腕がどうしても外から着やすくなるっていうのは、まあ、厚着の時もやったんですけど、やっぱり私がいくらフェードヒッターって言っても、やっぱり大体1度ぐらいで着てるんで、この4度っていうとだいぶ外から着てますね。まあ、2球目はまあちょっと修正できたのかなっていうても、やっぱり 0.9 外で、やっぱ先に当たってますね。だから思ったより僕いつもどっちかというとヒールの方が多い人間なんで、そういう意味では届いてないイメージですね。だからまあ普段とやっぱ違う動きになってるのは間違いない。3球目もやっぱり外から来てますよね。これはまあ厚着の動画と一緒なんですけど、やっぱり自分の体がパンプアップされてることと、服をたくさん着てるのと同時に、やっぱ外からこう来ることになると思うんで、これはまあ致し方ないのかなとは思います。はい、ただまあ距離はまあ落ちとるとは言うても、まあこんなもんかなっていうところもあるんで、まあ正直、結論から言います、僕はゴルフの前はパンプアップしないという結論ですね。まあ大半の人はそうだと思うんですけど、僕はしないという結論に至ります。はい、一応この効果っていうのに、まあ、一理あるのは上半身の筋肉を疲労させることで、あえて下半身主導のスイングになりやすいとかっていうのは、一応これは理論上考えられることなんですけど、そのやはりあまりにも上半身が、まあ、疲労しすぎると、その回転運動が遅くなりますから、まあケプカ選手ぐらい普段から鍛えても、ガリガリに鍛えてる人らはともかく普段めったに筋トレをしない、私なんかしてる方でもこんな感じなんで、普段しない人が、まあ、スタート前に下手にパンプアップするのは、まあ、おすすめしない、まあしないでしょうけどね。はい、ということです。でここでちょっと、話を変えまして、まあ、USPGA っていうと今本当にもうパンプアップというか筋肉をつける、まあ、デシャンボー選手なんかもそうですよね。もう本当に肉体改造をしても飛距離を上げようっていうプロが非常に増えてます。ここのメリットデメリットっていうことについてちょっと真面目に考えましょう。筋肉をつけて、まあ、一般的には筋肉をつけるって増量するんですよね。増量、まあ、要は、体重を増やすことによって間違いなく飛距離アップは成功します。もうこれは本当に、まあ、ケプカ選手もそうなんですけど、デシャンボー選手なんかはもう非常に分かりやすい。もともと彼は体重90キロ台やったのを120ぐらいまで持ち上げた子って、飛距離がもう本当に 4,50 ヤード伸びてるわけですね。で、ただ一番怖いと言われているのは短期間に大幅な増量、これは筋力アップもそうなんですけど、普通に脂肪をつけることですね。要は純粋に太っちゃったとかっていうこともそうなんですけど、短期間に増量しすぎることで自分の肉体を自分自身が操れるかどうかっていうポイントになってくるわけです。要するに今までスムーズに動いてたことが、当然それだけ体が大きくなってるわけですから、同じ動きができるかどうか、ここが一番のデメリットと言われてます。でましてやスイングもそうなんですけど、アプローチとかパターっていうのをショートゲームにおいては、やはりその繊細さっていうのが体が大きくなりすぎることで失われる可能性が、だから脳としては自分が同じ動きをしたいって言っても体がそれを阻害することもあるというので、必ずしも増量っていうのがメリットばっかりではないっていうのは分かります。だからどちらかというと国内ゴルファーっていうのはあまりその筋トレを、奨励してない人が多いと思います。まあ逆説的な話で申し訳ないんですけども、その元々の感覚を維持しながら筋肉量を増やして増量したことによったら、もう距離を伸ばすというアドバンテージ以外の何物でもないわけですね。要するにデメリットがないわけです。デメリットっていうのは先ほどお伝えしたように元々の感性が失われる可能性があるっていうことですけど、それを失わずにそのまま筋力アップして増量することは、飛距離アップはもう絶対に望めるわけですから、そこをアメリカの選手
ていうのは、アメリカというか、USPGA で活躍している選手っていうのは、その理解した上でされている可能性が高い。だからケプカ選手にしてもデシャンボー選手にしても、元々の繊細なショートゲームっていうのはのスタッツ、いわゆる数字っていうのは変わらずに、純粋に飛距離アップだけをしているわけですから、それは強くなりますよね、はい。だからここからは本当に願望なんですけど、特に今国内の男子ゴルファーっていうのがちょっと、ね、女子に比べて低迷してるっていうのは、やっぱりこういうちょっとその変わったこと、肉体改造とかも含めてちょっと変わったことをして、それで本当にそれが結果が出る選手なんかできたら、僕はすごく応援したいと思いますし、やっぱりそのちょっと変わったことをしていかないと、そのなかなか特にごめんなさい、こんなに言ったら失礼ですけど、男子の人気っていうのがもしかしたら上がってこないのかなっていうのは思ってきますので、こういう本当国内で本当ガチガチに肉体改造して、結果残せる選手っていうのが現れたらいいなっていうのは、僕は本当にすごく応援したいなって思ってますから、ぜひそういう方がいらっしゃいましたら僕の方までご連絡ください。ズバババゴルフ、おすすめの筋トレメニューってありますか？これはね、実は正直言います、今日ケプカ選手がベンチプレスを上げたっていうことでベンチプレスをしたんですけど、本当はゴルフにおいて、これは僕過去の動画で何回か筋トレ動画上げてるんですけど、間違いなく、デッドリフトって言われる動きですね。で、基本的にゴルフで、これは TPI なんかでもよく言われるんですけど、ゴルフで最も必要な筋肉っていうのは臀筋って言われて、腰からお尻、太ももの裏ですね、このラインです。この臀筋って言われる、大臀筋って言われるんですけど、ここを鍛えることが要は下半身の安定と、上半身の回旋ですねっていうのを鍛えれます。でその中で鍛えれるのはデッドリフトと、あとはやっぱり、スクワットです。しかも結構足を広げたスクワットですね。それは、太ももの裏、これ足幅によって鍛えれるポイントが変わりますから、スクワットは比較的足を広げた状態の、ワイドスクワットって言われるんですけど、ワイドスクワット、これは本当に、筋トレではかなり有名なものなので、普通に調べてもらったら YouTube なんか何本出てると思いますので、ぜひ見てください。どうしてもゴルフ場でケプカチャレンジをしたい場合、はい、ベンチプレスないと思うんで、何か代替の方法ってありますか？もちろん別に要するに胸筋を鍛える方法っていうのは最も簡単な、やっぱ腕立て伏せですよね。だから腕立て伏せっていうと、自分の体重、ただこの腕立ても間違ったらいけないのは比較的ワイドです。ワイドでは胸筋になります。狭めると腕になっちゃうので、ワイドにして胸筋、ケプカチャレンジをしたいっていう、わけのわからない人はワイドで腕立てをする方をお勧めします。はい、ケプカ選手へ、はい、ケプカチャレンジをやった上でメッセージをどうぞ。私はあなたにはかなわない。当たり前や、当たり前や。チャンネル登録、高評価で、たけちゃん、ゆみちゃん動画にすぐにアクセス、チャンネル登録よろしくお願いします。